井上幹事長、石破大臣、それは私しかいないと明言してくれました。私を支えてくれる24名の市議会議員の皆さんもそう言ってくれています。誰がどう考えてみてもこの坂田を前に進めることができるのは私しかいないのであります。その強い自信と確信を持って選挙活動を私をする支援する皆さんと一緒に今やらせていただいております。しかしながら選挙はまさかの坂があると言われております。私は強い信念を持って市長になって、すべての坂田市民のために頑張りたい。すべての坂田市民が幸せな生活を送れるように頑張りたいと強く心に思っております。私は市政をやるにあたって一番に大切なのは市民の一人一人の命、二つ目は家族、三つ目は仕事と各地区で叫んでおります。この信念の下で私はこの坂田市を石破幹事長のふるさと富山県、鳥取県、井上幹事長は富山ですよね、鳥取と富山に負けない町にしたいんです。鶴岡市長も来ていただいておりますが、町内は鳥取と富山と同じくらいの面積があるんです。坂田を、そして町内を富山や鳥取に負けないいい地域にしたいんです。そのためには私が圧力を出せるように9月6日の日に皆様方から丸山至ると投票用紙に書いていただかないことには何ともその圧力が生み出せないのであります。